Yeah.
今年の夏といえばオリンピックですね。オリンピック、皆さん仕事もしないでオリンピックを見ていたのか、夜なべしてオリンピックを見ていたのか。で、中山さん、夜なべしてオリンピック見ましたよね。前は見てましたね。日本は、ね、金が12個、銀が8個、銅メダルが21個。今年はすごいですね。世界で、メダル獲得数なんと日本第6位。東京オリンピックは楽しみです。柔道から始まって、まあ、競泳、レスリング、卓球ね、体操、バドミントン、ダブルス、ラジバンドの練習のあと、見ちゃったんですよね。見ちゃったんだよね。ボルトと並んでね、金メダルになって、最高のオリンピックの夏だったと思いますが、そんなオリンピックの中、甲子園がね、いつの間にか、あ、終わっちゃって、決勝になっちゃったみたいな、今年の夏、甲子園がちょっと薄れてたような気がして、決勝戦はね、栃木県作新学院、夏とね、夏この母校ではないんですけど、栃木出身。彼女栃木出身、ヤクちゃん。それと南北海道の、これは北海でいいのか、北海高校が決勝という。奈良さんは北海道ですね。で、7対1で夏子の勝ちっていう。甲子園です。そんな中ね、甲子園を思い出そうと思ってね、甲子園の曲を一曲、アメトークの甲子園応援歌で、なんとベスト20に入らなかったタッチしてましたね。甲子園でのタッチになっちゃう。岩崎よしみのタッチ、それから、ドラマ扱いの中島美香を、ちょっと連続で見たいと思います。
FM 西新宿のちょっと大人のコーナーをシャバダバ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 だったーとまたシャバダバだったーとまたふーふーエロボン PM のお時間です。なんでもアリコさんから携帯チェックする女なんか大抵だよね。私はそんなことしないわ、安心してねなーって言っといて、あなたが寝てるときこっそり私もチェックするわよ。バカね、ぐっすり寝ちゃったりして携帯チェックしない女なんていないのよね。どれどれ、何よこれ、好きだよ、会いたい、放送禁止用語、ビビ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 。ちょっと、あんた起きなさいよ。これどこの泥棒猫なの？私絶対許せないからね。ちょっと出しなさい。あなたの大切なものを出しなさい。トキシャバダバシャバダバシャバダバダーダバダシャバダバダダーダバダ。男性の方、うちの拍手が起こった男性の方、気をつけてくださいね自分の前に YouTube に上げるときは直近です。直近、あ、直近ね。なんでもアリコさんからの、リクエストがマルーン5で、シュガー、斉藤和義で、ずっと好きだった、バンクバンクで、3曲ね、ちょっとゆっくりね、リラックスして、Thank you.
Thank you.